誕生日会で吹き戻しを吹く、子供たち吹き戻しとは、縁日などでよく見かけられる笛のおもちゃである。巻き取り、巻き笛、ピーヒャラ笛、ヘビ笛、ピロロロ、ピロピロ、ピロ,ピロピロ笛などとも呼ばれる。英語では、ブロウッパーティーホーンと呼ばれる。プラスチックの吹き口と潰れて丸まった紙筒からなる。息を吹き込むとピーという音とともに、紙筒が伸びて、 服のをやめると、先の方から、くるっと戻ってくるというもの。使い方によって、ユニークな見た目になるため、宴会芸にもよく用いられる。くるくる戻る仕掛けは丸まった紙筒の中に、しごいて巻き癖をつけた細い金属の洗剤が入っていることによる。生産量では、兵庫県の淡路島が日本一を誇っており、現地の工場に行くと、洗剤しごきの体験をしたり、 様々な吹き戻しで遊ぶことができる。息を多量に吹き込むため、呼吸のトレーニングに使われることが少なからずある。吹き戻しを吹くことで、腹式呼吸や口元の筋肉をつけることの訓練にもなるので、近年は安価なリハビリテーションの道具としても使われ、始めている。一本のものが普通だが、中には、二股また、またにも分かれているものが存在する。また、 美顔鏡などにも応用され、ユニークさを引き立てるためにも使われる。形が6に似ていることから、株式会社吹き戻しの里が6月6日を吹き戻しの日として制定し、日本記念日協会により認定された。同様に日本吹き戻し保存協会が9月9日を独自に記念日に制定していたが、協会の活動停止に伴い廃止された。2009年7月、 淡路島の地元民と観光客765人が参加して10秒間同時に吹き戻しを吹いた記録がギネス世界記録に公認された。同年11月、東京ビッグサイトで開催された水木奈々のファンクラブイベント参加者6961人が記録を更新した。ありがとうございます。